不審者感がすごい船ですね。もうめちゃくちゃ綺麗です、中も外も。この手の漁船とか、特にそうだったんですけど、階段が狭くて、床の面積が狭いから、なんかもう、とにかく居室内がすごく狭く感じるんですけど、ここはなんか、すごい広く感じますね。ベッドルームで、折りたたみ式の部屋あったでしょ。はいはいはい。あれ見たことないなと思って。すごいですね。うん、あれだから、その、倉庫に。そう、折りたたんで倉庫にしちゃうっていう。いやーもういい。かっこいい。普通にかっこいいですね。外の、モニターを切り替えて。はい。だったらこれが今、ね、あ、この状況。観測圏を撮ってみるカメラですけど、動かせるんですよね。はいはいはい。制約中は、天文が見える。なるほど。あ、CTD がニョキッと出てくるところに、角度カメラで変えて、はい、でそこを見ながら、その CTD のオペレーションを。非常に清潔です。普通の船は、居室も土足の場合多いんですけど、そうすると、結構、外の作業をして、靴で入ってきちゃうと汚くなりやすいので、ここで。まあ別にサッカラングに対抗してやってるわけじゃないけど。まあ全然いいんだよ。サカナ君は俺は大好きだよ。うん、だけど、そのサカナ君が見ている、このごく一部のところ以外も、海はこう広がってて、そこにいろんなテーマがあって、その、皆さんの多様な趣味にお答えするだけの懐を構えてますよっていう、なんかそういう広がりをちょっと伝えられたらいいかなっていう。本当に0円からスタートするじゃないですか、残り56日で。最初の1000円がものすごい嬉しいというですね。こういうのやっぱり、ないですよね。ただ研究者だけやって、その毎月の給料いただいてるだけだと。別にその1000円俺のもんじゃないんですけど、なんか凄まじくありがたかった。もう本当はこれほどなりふり構わなかったら9月はないですね。